入れてねえんだ、大丈夫だよ、始めたら。なかなか来てねえんだから、切り割れ来てねえんだから。いいよ、回してみた。どこへ、うん、あ、ここの、ここの、こんな、ここに。うわ。あ、いいね、はい。よし、これが外したらみんな止めた。そこは関係ねえよ。ガバって開けるようなんだから。ここ開けんじゃねえの、元ここ。開かねえ。関係ねえよ、そこは関係ねえよ、元。わらが始めたらきれいじゃなかったんだから。いい、関係ねえやつから、もっと組んでくるよ。そこは関係ねえっつうの。回んだらくるくる回るうずは。閉まってねえから関係ねえから閉めて、もっとしてくるよ。ここで剥がれるから剥がれるね、ほったんで剥がれるわけねえよ、そこは。このやつはさ、もっと取り合っていいからさ。私はこれね、発音になってるから剥がねえよ。ここはここにかっちり固まってんのねえ、そんたら開かねえよ、そこは。あー、ちょっとこれ、これが開くんだか、普通は。これ、ネジ止めて、これ。そうなんだ。普通開くな、ここは。ここ、これさ。なんでね。ここ、開けてみた、ここ。いいだ、はぁ、いいよ。動いてる。ここで、ここで、ここで。何もあんまりよ、ここで。ここで、ここで、ここで。絡まってんだ。絡まってんの？その穴がもう塞が、そこ、あんま触んねえ方がいいよ。そこ、切れっからですね。入れんな、これ。そう、切れっからダメなんだ。ここのね、一回どいで、もうちょっとこれ、全開に開けて。包丁じゃなくて、鎌かす？危ないから。こうやって開けて、ここのね、詰まったやつをこれね、取んなきゃダメなんだよ。この詰まり。ここにね、詰まったままにやっていくと、ダメだもん。これ外すために、これ、簡単に外れるようになっていくから、その。ここの心棒にこうどんどん絡まっていくんだ、これ切れなかった場合が。これがね、なんでこうなるかっつうと、締めてっときやっとね、ここがこういう風に切れないで、ここにね、どんどん絡まっていきます。もう分かっていくか、大丈夫、その間大丈夫だよ。ダメ、これあ、ここな、こっちの歯なんかもこれ曲がってんもん、これ詰まりすぎて、ここの歯が外に反っちゃってね、これ曲がって、この歯がこっち側に外に、他のやつは平らなんだけど、これあれだな、水を通ればどり込むってやつだな。あっちはあれだと、あの歯取り替えたんだろ、そっくりもうこのやつ、うん、あのやつは歯を取り替えたんだ。ドライバー、マイナスドライバーある？ドライバーでここのね、歯についたやつを全部取っちゃわなきゃな、危ねえ。マイナスドライバーで、ここが一番重要なとこが、ここが詰まって全部詰まっから、ひび割れが。切れっから危ないんだよ。本当は手袋とかやった方がいいけど、ちょっと手袋やったところ入んねん。細いところだ。これ。あ、ここだ。ここだ。これ。ここが、次はここが直さなきゃいけないな。詰まってダメ。切れてねえな、まだやるだっけよ、回ってねえな。あ、これ切れ始まる、あれはこの出たから、一回りしたらダメ。いや、だから朝はやんない方がいいんだよね。
ここだな、これここだね、ここが一番これがこう曲がってんだよね、葉っぱ、あの葉っぱが詰まって本当はここ詰まってたのが。こっちほどこれ狭くなってんだね、これ。これは普通はこのスペースになってんだよね、うん、こんなに狭いの。ただこれが普通なんだけど、うん、これが絡まって隙間にここに、ね、はまっちゃうとこういうこれぐらい隙間が出ちゃってる、うん、他のとこはこう平行になってる、ね、この辺は、うん、ここだけこれダメだ、うん、本当はこれ叩いて直さなきゃダメなんだけど時間がないからしょうがない、後でそれは直します、直すか応急処置的にやって。これで行くしかない、これじゃいいか、まとめてくれ、はいいから、これで行くしかねえな、うん、ショッケーだ、これで大体大丈夫、うん、まだゆっくりな、はい、じゃあね、ちょっとね、これ戻していきます、あそこもだな、あーかパン一つ食べたら私は残りな、そういうこともあってもらってよ、ちょっと一回食べたくない、今朝の残りパン食べきるのに残ったことする、おいしょ、多分今日通勤とかいっぱい来てるっぽいの、なんか今日何日月末だからか、うん、うん、美味しそうだな、あ本当はこういうのいいよ、あとお母ちゃんさん、こっちにあの、イカちゃんの車を落ちて、うん、軽トラック3番が奥に入っちゃったから、うん、3番をこっち持ってこねるよ、みたいな、お父さんの軽トラ、うん、奥にある3番で、うん、ゴミ運ぶから、うん、で行ってくか、持ってくか、お父さんに落ちて、ついでに通勤かなんか来てくかどうか見てきた、うん、食べ物に食べるよ、落ちるの、うん、冷蔵庫のパン折れてきて、だってちょっと気づきしたんだぞ、元通りも元よりも少し気づきしたんだ、それ3枚ぐらい元のやつに詰まってきた、元は何も残ってないか、結果大丈夫、これお茶いんね、俺今からすぐはかんだ、早くまとめてよ、ダメだ、今日お昼から雨なんだわ、これ今日はちょっとね、午後はそれじゃあクートラ持ってるか、二列の時二列で買ってやって、何列で買っちゃった初めから出てねえんだもん、ダメだっぺ、中も本当は掃除した方がいい、ええや、ええやつが、ここの藁がええが、ほんとはここで溜まっちゃうとダメなんだよ、大丈夫だよ、ほんとは動くながらやってね、やまだ取ってあるんだからええや、ここダメだよ、これここに溜まって、これもうダメだわ、みんな太っちまえ、そんたらエンジンかけた、これが太がねんだ、こんなに、これこんな湿ってんだもん、いいじゃね、まだだから、お天様出てるうちにやっちゃなきゃダメなんだよ、あの雲が出てきた、ゴモじゃねえとダメだもんってさ、みんなゴンからだからやるはずなんだ、昨日はちょっと急いでだからやっちゃってる、前の人が来てたから、あとは大丈夫、
一回り順調に上がった。あ、一回りやといっぱいになっちゃうんだぞ、もみが。これやったこれ、これ上げながらやってたって多分。上げながらやってた。そんなのこれやったの。しかもこれ、下のさ、バーだってこれ出してねえんだもん、詰まっちゃうから簡単に。簡単に。バーこっちに出さなきゃダメだわ。出してねえよ全然。詰むとき。あれだが、ぶつかっちゃうか。こっちのね、バーも出てないし、しかも、このね、これも、下に倒れてなかったっていう。これは詰まったら当然だね。これ、稲があれだからっつうわけじゃん。バーをね、この出してます。まっすぐ入ってかなかったのか。稲よけのバーも出すようだから、ちょっと。一回止めっか。